しれない、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいニュースだと思います、うん、では次お願いいたします。はい、おこれ何ですか。2.5D ですね、はい、全然さっきのニュースと全然違う雰囲気なんですけど、はい、あ、いや雰囲気は違いますけどもね。雰囲気は違いますけど、はい、映像をちょっとご覧いただきたいと思います、はい。ロックマンもちろん知ってますよね。はい、おお、なんだこれ。おかっこいい。ああ、アニメーション。はい、お、なんですかこれ。これは多分今グラフィックなんか縦にずれてましたね。そうです、はい。すごいですね。2D と 3D の間ぐらいを取った。5D の完全にファンが作ったロックマンゲーム。あ、そうなんですね。この間リリースされました。はい。このアニメーションもじゃあファンの方が作ったんですか。作りましたね。頑張っちゃいましたね。頑張っちゃいましたね。いや、これは素晴らしいですね。こういった面に関しては普通に 2D のグラフィックなんですけど、はい、時々こう 3D 的に、うん、3D 的に、はいはい、その要素を追加して、で本当は2009年ぐらいに、はい、この開発者の方が、うん、こんなこともできますよみたいなプロモーションでちょっと作ったんですよ、はい。でファンからすごいもう本当作ってくださいっていう声がいっぱいあって、もう2009年から開発を始めて今2017年となってやっとリリースとなったんですけど、はいはいはい、でこれ出たばっかですか。出たばっかりです。はい、やりたいですね。普通にファンが作ったゲームなんで誰でも無料でダウンロードができて PC で、はい、プレイができますね。ゆうこさんこれ動画にしたらいいんじゃないですか。あ、いやいや、うん、やりたいですね。ですね。いや、こういう要素が結構面白いんですよね。でもすごい立体的だこれ。うわ、すげえ。すごい溜まってる。ね、いや、これは結構面白いと思います。そうですね。すごいやりたくなっちゃうんですよね。いや、でもなんかこう奥行きがあるのがすごい。そうですね。はい、奥行きの表現もすごいですね。すごいですね。ですね。で操作は完全にはロックマン3と同じ操作なんで、はい、なんだろう、チャージショットとかスライディングはできるけど、はい、そのバスターをもうチャージアップして大きなやつを撃つことはまだできないですね。なるほど、できないですね。はい、いや、すごいな、うん、いや、あ、で今回もっとすごいのが、はい、これだけ 2.5D にしたんだけじゃなくて、うん、コープも追加しましたっていう。へー。だからもう一人の友達と一緒にプレイができるようになったっていう。そうですよね、二人用でやってましたもんね。そうなんですよ、はい、うん、すごいな。ロックマンにしては結構もう新しい要素がいくつか追加されてて、そうですね。これはなんかその単純なコピーでグラフィックが向上しただけじゃなくて、そうなんですよね、はい、多分なんか違った面白方が楽しみ方ができるんじゃないかなって思いましたね。いや、結構楽しそうですよね。すごい。いや、残念ながらまだネットプレイではそのコープはできないんですけど、はい、ローカルではできますので、できるんですか、はい、もしチャンスがあればこの番組でもやってみたい。面白いですね。やりたいですね、はい、2人プレイできるの、ね、うん、あれだと思います。いや、いいかもしれないですね。ファンが作るってすごいですね。で、多分売ったりとかしなければ何の問題もないと思いますし、はい、過去にメガマン VS ストリートファイターみたいな、はいはいはい、ストリートファイターのキャラが敵のロックマンみたいなゲームがあったんですけど、はい、なんかカプコン認めたところがなんかこう権利をなんかどういった形か分かんないんですけど、うん、なんかこうカプコンから配布みたいな感じになるような事例もあったりしたので、もしかしたらこれも、はい、むしろなんかこれだけよくできてるゲームならね。いや、すごいですね、はい、うん、でもたまにそういうのってあるんですよね。あと任天堂の昔のメトロイドとかは割と最近ファンがリメイクをしたんだけど、はい、すごいいい感じにリメイクされたのに任天堂がもう本当に24時間後ぐらいに全部ダメって言って、あ、なるほど、ダウンロードすぐできなくなっちゃったんですね。じゃあ一応念のため早めに落としたのがいいかもしれません。早めに多分、多分大丈夫だと思うんですけどね、はい、落とした方がいいかもしれないですね。ぜひ検索していただいてやってみていただければなというふうに思います、はい、面白そうだな、ちょっとプレイしてみたいですね、うん、してみたいですね、はい、ありがとうございます。